あはい。うん、えっと、今日はまず、うん、朝日新聞の声。 当初欄ご紹介したいいと思うんんでですすが岐阜県にお住まいの65歳ののの歳男性の方からの当初なんですけれども、えー、この方が勤めてらっしゃる会社が雇っている障害者のうち、えー、4人の重度知的障害者の方に、この男性の方はシール貼りなどの作業を指導していると、教えていると。で、そのうちの1人の女性が1ヶ月ほど前から元気がないというんですね。えー、どうしてかというと、通勤で使うバスの中で2人の女子高校生から、ババ,アバス に乗るなとかか早く乗れとか言われてしょんぼりしてるとでその人はそういうことを言われると子供のように恐怖で固まってしまうタイプの女性ということで、まあ、いつも周囲を明るくしてくれる元気な人なのに今心にトゲが刺さった状態になってしまっていると。 で、重度の知的障害の方は、乗り降りの時にどうしても、やっぱり動きがぎこちなくなってしまう。で、彼女たちも周囲に迷惑をかけていることを十分分かっているということなんですね。うん、どうか彼女のような障害者を見かけたら、面白おかしくからかうのではなくて、暖かい目,目で見守ってくださいませんかという投章なんですね。あのー、どうこれ、女子高生からバスに乗るなとか、 早く乗れれとか言われたらどうするいやちょっとなんかこういう女子高生たちがそういう言葉を投げかけるのがなんかまあ普通に昔だとなんかそういうのこそこそなんか言ってる人はいたかもしれないけどこうやってね人に聞こえるようにね言ってっていう。 こも私でも本当に生きづらいなこういう弱者の人たちが、ね、弱者と、うん、呼ばれる人たちがなんかもっとこう、ね、私たちの時代は手を助けてね、うん、あのちょっとステップ上がれるように手を助けるとかいろいろ習ったと思うんだけども、うん、全然そういうことなん,、ね、なんだろうと思うんだよね本当にあのー、まあさ人間はこうあらゆるところで結構。うん 生きていく上で想像力とかさ、うん、こう大事だと思うんだよね、うん、まあこの女子高生のことはもう自分の立場からでしかものを言ってないよねこれがなんかこの,この想像力の欠如がさ、うん、こうちょっと考えればさ ねちょっと想像すればさ、うん、ううこと言われた傷つくとかねそうで、うん、ゆっくりしか登れない,登れないな上がらないこともわかるだろうにさなぜもう、まあ、こういうこう、うん、あのよく年寄りでね、うん、なんか本当にダメだなと思うな年寄りの人がちょっと横暴なとことをするときにね俺も思ったりするけどもなんかこう、うん、なんか んか、まあ、こんな便利で私は大好きなんですけども、うんうん、携帯とかでも何でもかんでもこう情報って簡単に全部整って出てくるじゃないですか欲しいものものだからなんかそういうなんかそうい、ん、う影響をね 少なくとも少しはあるんじゃないかなって。なんか私たちの時代、なかって人とね、まあ、コミュニケーションとって。まあでもね、昔でもこれは例えでいいのかどうかわからないけど、テレビからね、馬鹿、うん、光線が出てるとかっていうね、あのー、話があって、あ,<ー>あのー、やっぱりテレビは、まあ面白いし楽しいけど、うんうん、まあ字幕にね、 なんかこうわざわざフォローの笑わらせる字幕みたいなのが出てくるようになってから、なんかやっぱり人の想像力をちょっと奪ってるんじゃないかっていう話は当時からあって。うんね、テレビ出た時一、うん、億みんなバカになるんじゃないかっていう,、まあ、う,いう話があって、うん、テロップが出て、うん、まあね、えーそ、それとか、まあそれはもうね、あの。うんあの 耳があのごふご不自由な方なんかには別にそういうフォローも必要だとは思うんだけどね。あとやっぱり親のしつけもあると思うんだよね。私この間ちょっとあの私毎月あの行ける時にこう一歳児とかいろいろ行ってるんですよ。そうなんだってね。あるないが結構行ってるらしいんだよね。なんか自分の行ける時間を見つけてその時にあのまあ行った時に。 ちちっゃい子供がまあみんなあの愛ちゃん来てくれたんですけどちっちゃい子供は「おかま気持ち悪い帰れ!」って言うあっでも私のことテレビを見てしてくれてるのにあでもこうやって言う子供もあいるんだって思ってだからやっぱりずっと来るんですよもうなんか気持ち悪いんじゃってこっち見るなとこうやって私が車に帰る寸前だったんですけども。 その兄弟多分女のお姉ちゃんと弟なんですけども、でもやっぱり親の助っていうのもあるんだろうなって、私はテレビ出てて、まあ、怖いけども、出てない人なんか行き場もなかったりするじゃないですか、なんかそういう方にも平気で、そういうことを言うんだろうなみたいな。そうだね、うん、まあそういうえげつない言葉もあれだよね。 まあよく、まあね本人の方を持たないけど、あしたことは愛ちゃんに注目されたかったり、それから人を笑わそうと思って言ったりっていうような意味はいも、多少はね、そういうのに感じるんだら私も感じるんですよ。それはもう面白い、春の愛もわかるんだよね。愛があるやつは、同じなんかこう、あお岡も気持ち悪い、帰れって言ってても、違うんだよね、ことのトーンが。 大事なこうん、受ける方うがこうこなんか周りが、しかも周りがあの同じ言葉でも、うん、まあいつも俺はここなんかお笑いやってと思うんだけど、うん、同じ言葉でも、ちゃんと周りが笑うように言う言い方、うん、同じ言葉だよ、うん、でもまあ周りが静まっちゃうような言い方が絶対あるんだよ。うんああ だからそれはね、こうあのお笑いの人はちょっとね、自分で、まあ普段きついこと言ってるからね、なんか、うん、品のないことも言ってるから、余計そう思う思んだけどそれってみんな一緒ですよね、うん、言う人も、うん、なんかこんなこと言われたら嫌やし、バイオリズムもあるじゃないですか、今日うこれ言われて傷つ,くつかなかったのに。うんうんうん 明日の、明日のね、スコーツ込んだ時には、ああえー、なんでそんなこと言うのって言われるぐらい傷つくっていうか。だから本当、<ー>明日は自分に降りかかることを、うんうんうん やっぱりこの女子高生も言ってんだなっていうそうだねもう今、春菜愛が言ったように、そのなんか言われた方はがね、相手のちょっとふざけた言い方でもね、それはもうすぐ分かるからね、うん、言葉はね、んねなんか気のない言葉でもね、だからラジオって全部出るから、うん、私は本当、いつもあんまりリボンとかフリフリの過去で来てないんですよ、等身大の私服みたいなんで来て、うん、ちゃんとね、足つけて喋らないと。 いやいやリボンなんかつけなくていいよ別に。地に,に足つけて、ね <laughs> そ。そうですね。地にがないと足つけて。そうです。言われると。に足つけて。けて今の言い方だと<て>机に這いつくばっちゃう,、ね、<laughs> そうですね。まあね。まあこれはちょっと本当になんか世の中いくらギスギスして来てもね。あのー、違うよなっていう気がちょ,ちょっともう心に引っかかるくらい。 みんなで生きてるのね。ううそう、厳しい発言だね。